体操競技の女子平均大体操競技の男子、鉄棒体操競技は、都市、または機械を用いた、体操の演技について、技の難易度、美しさ、安定性などを基準に採点を行い、その得点を競う競技である。学校体育で用いられる鉄棒、飛び箱マット運動をはじめ、運転、ジャングルジムのボリりボ棒滑り台ブランコ等も含めることが、できる。 競技スポーツとしては、男子は、床運動、クラマ、釣り輪、長跳馬、平行棒、鉄棒の6種目、女子は、跳馬、段違い平行棒、平均台、床運動の4種目が行われている。女子の床運動では、音楽が用いられる。体操器具は高価であり、日本国内では、段違い平行棒等を所有していない学校でも、競技に参加できるよう、 代わりに低鉄棒を大会種目に設ける場合もある。採点方法は10点満点制が長年にわたり親しまれてきたが、高難度化に伴い2006年に上限が廃止された。技の名前にそれを最初に成功させた選手の名前が付くことも特徴である。男子は日本、アメリカ合衆国、中華人民共和国等が女子はルーマニアアメリカ合衆国。 中華人民共和国等が強豪国として知られる。かつては、ソビエト連邦、ドイツ民主共和国も名を馳せた。すべての種目において、体を回転させる技が求められる。競技特性上、回転の妨げとなる、完成モーメントが小さいほど高得点を得る上で、有利となる。従って、身長、体重は小さいほど選手としての適性が高く、 国際的な一流選手においても男子は1 6 0トル台、女子は1 4 0トル台も多い。主力選手が重0中心と低年齢化の進んだ、女子においては、第二次成長の発言とともに、競技の上では無駄にしかならない、体脂肪が増えて体格が大きく変わってしまい、選手としての能力面で、うまみのある時期が終わってしまう等の理由から、体が成長する前に年齢による、 出場資格の加減がある上位の国際大会に出場させるために年齢を次年齢よりも高く、差称させるという問題がたびたび持ち上がる。一方、男子においては体幹、上腕の強靭な筋力を求められる種目が多く、筋肉を競技上不利とならない範囲で最大限に増大させると同時に体脂肪を極限まで落とすことが求められる。一方、競技中、 練習中に発生する事故により死亡または頸椎、脊椎の損傷による重大な後遺症を受傷する事例も少なくない危険なスポーツでもある。このため年齢、性別による禁止義が設けられており整った環境、補助の下で適切な指導を受けることが重要である。日本では競技体操の新体操、トランポリンナーと並ぶ一文や体操競技という 用語がややこしい状況にある。1811年、ドイツのヤーンがベルリン郊外ハーゼンハイデというところで若者を集めて小さな体育場を開設した。そこには今の機械の原型となる木、棒、あんば平行棒などがあり若者たちは熱気にあふれていたという若者たちはいろいろな器具を使い技をたくさん作り競い合ったというそして それが、現在のクラマや、鉄棒などにつながるものになった。1881年、国際体操連盟と呼ばれていた。体操競技は1896年第1回、近代オリンピック、アテネ大会の競技として含まれ、1903年からは、世界体操競技選手権が開催されるようになった。女子体操については、団体競技が1928年、 アムステルダムオリンピックから世界体操競技選手権には1950年第12回世界選手権から競技されるようになり、個人競技は個人総合が1934年第10回世界選手権から第12回世界選手権で種目別4種目が取り入れられ、1952年ヘルシンキオリンピック以降現在の形となった。 団体総合に強く、1960から70年代に、かけ、オリンピック、世界選手権にて、男子団体総合が10連勝するなど、日本式体操が、世界の頂点に君臨し、体操日本、お家芸と歌われるまでに至った。日本人選手の名前がつく技も多い。伝統的に鉄棒を得意とする選手が多い。日本に、機械体操が最初に導入されたのは、 1830年頃、頃高島周藩による藩の新兵訓練とされている。徴兵令士校により、日本軍の新兵訓練にも採用された。しかし入隊後の訓練期間が惜しいと、学校教育にも、機械体操が採用されるようになった。1932年、ロサンゼルス五輪に初参加したが、参加5カ国中下位であった。しかし、これを機に、 国際大会への参加も、相次ぎ、学生スポーツとして徐々に盛り上がりを見せた。第二次世界大戦後数年は、国際的な連盟に加盟できず、オリンピック、世界選手権等には出場できなかった。しかし、この間に外国との交流試合を開催し、世界水準にまで成長した。1952年のヘルシンキ五輪では、団体後に始め、 種目別でもメダルを獲得。1960年にはローマ五輪にて男子団体優勝。以後、約20年間の長期にわたり連覇を続け、さらに個人総合、種目別金メダルも多数獲得。文字通り、この時期の日本の体操は無敵と言えるもので、日本の体操は20年にわたり、世界の頂点に君臨した。 ボイコット不参加となったモスクワ五輪前後から選手の技能継承の失敗やエースの後継者育成の失敗などの要因で上落。ロサンゼルス五輪以降は長らく世界選手権を含め金メダル獲得がなく不振の時代を迎えた。特にアトランタ五輪、シドニー五輪はメダルなしに終わった。2000年前後には不況の影響もあり、企業の部活が相次いで休部。 ハ部に追い込まれた。しかし、2003年に世界選手権種目別で金メダルを獲得、団体でも8年ぶりに表彰台に上がる、と、復活の機運が見え始めた。翌年のアテネ五輪で28年ぶりに男子団体優勝を果たし、再び世界のトップレベルに返り咲いたことを強く印象付けた。以後、北京五輪、ロンドン五輪でも団体銀メダルを獲得する、と、 種目別、個人総合での優勝を含むメダル獲得が続いている。2015年、世界選手権大会で37年ぶりに、世界選手権で男子団体優勝を果たした。年貢、編集この他に、アジア競技大会などの国際総合大会において、体操競技が設けられている。カテゴリー、日本の体操競技大会も、 参照外国人選手を招聘する大会この他に、ジュニア、学生、社会人向けの大会が行われている。団体総合1チームから複数名が演技し、その合計得点を競う演技者数、採用演技数等はルールによって変動する。個人総合男子は6種目、女子は4種目を1人の選手が演技し、その合計得点を競う 種目別一種目ごとの演技の得点を競う。体操競技で難度は技や運動の難しさの程度を言う。跳馬を除き男子は AI、女子は AJ まであり、9、または10段階に分類されそれぞれ0.1から0.9、または1.0点が配点されている。そして男子は10個の技の点の合計が、女子は8個の技の点の合計が難度点になる。 演技価値点すなわち D スコアは難度点と構成要求と組み合わせ加点の合計からなり、これに演技の出来栄えを示す E スコアが加えられ最終得点となる。本来難度は AC の3段階に分類されていたが、技術の進歩により1985年には D 難度、さらに1993年には E 難度が導入された。しかしそれらをも上回るものが出てきたため、 1998年から一時的にスーパー E が導入された後、2006年の規則改正に合わせて、位難度、G 難度が導入された。さらに2013年から採用される採点規則において、女子には新たに I 難度が創設された。現在では難度が高い技ほど得点が伸びやすいため難度の高い技を行う選手が増加している。 日常会話で使用され、とっておきの大逆転技という意味で用いられる。ウルトラシーであるが、1964年、東京オリンピックで体操競技の協会委員を務めた上迫田田が、逸は前年の強化合宿で取材に答えて発し、これをデイリースポーツが報じたのが初出とされる。上記のように当時の難度は A、B、C しかなく、当時の最高難度であった。 C 難度よりもさらに難しい技という意味で使用されたとされるが、上、サコの意図はむしろ、本来 C 以上のものも C に含まれていたため、そのようなものを区別するためにこの言葉で表現したという。体操の技名は、基本的に演技内容を粛々と述べただけのもので、あるが、フィグの定める、国際大会で過去実施されたことの内心技を、事前に申請した上で発表。 成功すると、その技の通称として実施者の性が、技などして認定される。多くの技がこの名前で呼ばれ、ロサンゼルスオリンピックで、森末新人が発表した平行棒での広報棒上、抱え込み2回中外流で指示は、森末と呼ばれるなどしている。同一の人名の技が同名でその種目に存在する、場合は、それぞれ A、B、C や2、3、4と語尾につけられる。 同一の人名が別々の種目につけられることもあり、山脇教授が発表した技は、アン馬での馬橋から、馬橋への背面飛び横移動、釣り輪での前方抱え込み2回宙返り懸水があり、それぞれ山脇と呼ばれる。なお、塚原光雄が1972年ミュンヘンオリンピックで発表した鉄棒での月面宙返り下り、いわゆるムーンサルトは、塚原と名付けられている。 ムーンサルトの命名は、恩師である、竹本正夫である。他に、田中光が1996年、アトランタオリンピックに出場し、平行棒において、オリジナル技、田中を発表し、認定されている。新技を申請し、フィグの定める、国際大会で新技を成功させれば、小鉢やトカチェフといった自らの性がついた技を、新技につけることができるのだが、もしも、 新技を失敗してしまうと、今後は誰がその同じ新技を国際試合で成功させようとも、その技に人のせいがつけられることはなく、その技には技の状態を表した長々とした名前だけが残る。X、後方抱え込み3回宙返り3回ひねり下り。ただし、2016年リオデジャネイロオリンピックでは、ブレットシュナイダーの平行棒の技と、 イーゴリ・ラディビロフの長馬の4回中の2つの技についてオリンピックでは成功しなかったが後に同じ選手が挑戦して成功させれば名前が付く可能性があるとなっている2013年に白井健三が初めて成功した後方進進中がいる4回ひねりが白井となったなおここで述べるルールはフィグ国際大会のルールであり変更規則一 に及び各地で開催される大会には、ジュニアルールなど、多くのローカルルールも存在する。ルールは4年に一度、オリンピックの翌年に改定され、現在は2017-2020年版採点規則が適用されている。2006年から2008年までは、技の難度、要求、加点によって決まるエースコア、実施された技の減点、不完全な技に対しては、 ここ原点を行うなどの実施原点である B スコアがそれぞれ A 審判、B 審判により算出され、それぞれの合計が決定点となる。また2009年からは A が D、B が E と置き換えられている D スコアは D 審判により次のように算出される。特別要求グループが IV まであり、それぞれのグループの技を一つでも実施すれば満たすことができる。 しかし終末技は D 難度以上でなければいけない内容は例えば、鉄棒であれば、剣水振動技、手放し技、鉄棒に近い技、背面、大阪手の技、終末技であるまた、一つのグループにつき4、技までしか実施してはいけない難度技ごとに A、G までの難度が設定されており、A、B、C、D、E、K、G の順に0.1から0.7の勝ち点があり、男子は、 終末技の他に球技まで、女子は終末技の他に7技まで、難度の高い方から順に技を選ぶ組み合わせ。加点男子は床と鉄棒のみにあり、女子は段違い平行棒、平均台、床にある。男子の場合、床では D 難度以上の中外入り技と他の中外入り技を組み合わせることによって得られる。双方が D 難度以上場合は0.2。 片方の場合は0.1である。また、双方にまたがって、加点を終えることはできない前方2回ひねり、前中加点0.1後方2.1、2ひねり前方2回ひねり加点0.2、テンポ中返り後方2.1、2ひねり前方1、2ひねり加点0.1、鉄棒の場合は話し技と、話し技、話し技と、その他の技の組み合わせによって得られる。 長場の倍眼所とも長場の場合は技ごとに勝ち点が決まっていて勝ち点が直接 D スコアとなる。ちなみに2009年より D スコアが7.0を超す技が出てきている。2005年までの採点は A 審判による勝ち点の算出と B 審判による減点から算出される。勝ち点 A 審判は構成される演技構成から10点満点で勝ち点を算出する。 勝ち点の内訳は以下の通り。ただし、長馬種目においては以下の法則は適用されず、一つ実施される技そのものにより勝ち点が決定する。内訳は2005年度版。現在では、採点により公平性を持たせるためといった理由により、10点満点制は廃止されているが、サーカスにはない体操にのみ備わる独特の美しさが損なわれ、 難しい技を詰め込むだけの演技になるのではと危惧される一面もあり、賛否両論である。5.0演技実施演技を行うと与えられる。2.8難度要求 C 難度以下の技を実施した場合、技の難度に応じて加えられる。最高で A、B、C 難度それぞれ男子は4、3、3回を実施する必要があることになるが、この項目は高い難度の技で、 低い難度を代用することができる。例えば A、B 難度の技を一度も行わないとしても C 難度の技を10回実施すれば難度要求を満たすことになる。0.6特別要求各種目により実施が義務付けられているカテゴリーの技を実施すると与えられる。例えば男子の場合5種類あり、それぞれは0.1点だが終末期には0.2点が割り当てられている。 内容は例えば鉄棒であれば、懸垂振動技、手放し技、鉄棒に近い技、鉄棒に後ろ向きで行われる技、終末技が規則により設定されている。1.6難度加点 D 難度以上の技を実施した場合、技の難度に応じて加えられる。技の個数に制限はなく、E 難度を8回実施しても、D 難度を16回実施しても満たすことができる。 技難度体操競技で行われる技には、それぞれ A、B、C、D、E、スーパー E の難度が設定され、スーパー E 難度の技が一番難しいとされる。A、B、C 難度の技を実施することで、難度要求の部分に0.1、0.3、0.5の加点を D、E、スーパー E 難度の技を組み込むことにより、難度加点の部分に0.1、 0.2、0.3点の加点をもらうことができる。ただし、床のスーパー E 難度儀に対する加点は優遇され、0.4点が与えられる。組み合わせ加点儀の組み合わせによって、例えば B 難度と C 難度の技を組み合わせることにより、一つ上の D 難度にランクアップすることができる。また、C 難度、D 難度の実施は0.1、DD、DE、ED、 EE の組み合わせを実施するトレーテン2の加点が難度加点部分に与えられる。組み合わせ加点においてスーパー E 難度の技は E 難度と同等に計算される。長馬種目の勝ち点儀そのものに勝ち点があり、それぞれ7から10点の勝ち点が設定されている。10点の技は非常に難度が高く、例えば前方3回中外離半ひねりなど限られたものだけである。 2004年アテネ五輪団体総合決勝で日本勢が実施した側転飛び3、四ひねり後方進進中が外離一回半ひねりは勝ち点9.9となり、この技では10点は獲得できない。減点 B 審判は実施された技の減点を行う。不完全な技に対しては、ここ減点を行い、最終的に算出される点数は A 審判の出した、勝ち点から B 審判の出した。 原点分を合算して算出される。不完全な技が別の技になってしまった場合の原点は A 審判の裁量であり、B 審判の採点はあくまでも実施された技に対して行われる。また、女子競技の場合は芸術点の採点も B 審判が行う。禁止技禁止行為禁止技というものも規則により設定されており、例えば床であれば片手倒立が、 禁止技とされている。この禁止技に指定されている技を行うと、減点されてしまう。また、アンバの一部の技を除いた、同一の技を3回以上繰り返す、釣り輪で同じ技を3回以上演技に組み込む、床種目でのラインオーバータイムオーバー、跳馬のラインオーバー、器具からの落下、なども減点対象となる。ありがとうございます。